ねえねえ、バイキングの船ってすごく速くて強かったんだって？その通りだよ。バイキング船は長くて細い設計で、速さと機動性に優れていたんだ。へえ、どうしてそんなに速かったの？彼らの船は浅い喫水を持っていて、海岸近くを簡単に航行できたんだ。それに軽量で強いオーク材を使って、頑丈ながらも機動性が高かったからね。すごいね、バイキングって本当に賢かったんだね。そうだね、彼らの船の設計は海戦の成功に大きく貢献していたんだよ。バイキングの戦い方ってどんな感じだったの？彼らは奇襲攻撃を得意としていたよ。敵に気づかれる前に素早く攻撃してすぐに撤退する戦術だね。なるほど、びっくりさせてさっと逃げるんだね。その通り。それに彼らの船は方向転換が容易だったから、戦闘中に素早く動けたんだ。賢い戦術だね、バイキングって本当にすごいな。彼らの戦術は今も研究されているよ。バイキングの社会って海戦とどんな関係があるの？バイキング社会は戦士文化が根付いていて、海戦は彼らの生活の一部だったんだ。海戦が日常生活の一部だなんてすごいね。戦士としての名誉や勇気が非常に重視されていたんだ。彼らの戦略や戦術はその社会構造と密接に関連していたよ。バイキングってただ強いだけじゃなくて深い文化があったんだね。そうだよ、彼らの海戦能力は単に技術的な優位性だけじゃなく、文化や信仰に根ざしたものだったんだ。へえ、バイキングって本当に面白いね。彼らの歴史は今でも多くの人々を魅了しているんだよ。バイキングってどうやって遠いところまで航海していたの？バイキングは優れた航海技術を持っていたんだ。星を使った航海術や潮の流れを読む技術があったんだよ。星を使うなんてロマンチックだね。そうだね、彼らの技術は北欧の複雑な回路を把握するのに役立っていたんだ。これが彼らの遠征の成功に大きく貢献していたよ。バイキングって本当に賢いんだね。彼らの航海技術は当時としては非常に進んでいたんだ。バイキングは戦うだけじゃなくて交易もしてたの？バイキングは交易にも長けていたんだ。彼らは遠い地域まで航海して様々な商品を取引していたよ。なんだか大冒険みたいだね。そうだね、彼らの航海能力は戦闘だけでなく交易にも生かされていたんだ。彼らの交易網はヨーロッパ全域に広がっていたよ。バイキングって戦士だけじゃなくて賢い商人でもあったんだね。その通り、彼らの交易活動は当時のヨーロッパ経済に大きな影響を与えていたんだ。バイキングの遺産って具体的には何があるの？バイキングの遺産は多岐にわたるよ。特に船舶技術や航海術は後世の航海に大きな影響を与えたんだ。へえ、バイキングの技術が今に続いてるんだね。例えば彼らの船の設計原理は後の船舶建造技術に影響を与えているんだ。さらに彼らの航海術や回路の知識も後の航海者たちにとっての重要な基礎となったよ。バイキングってただの戦士じゃなくて本当に偉大な航海者だったんだね。その通り、彼らの活動はヨーロッパだけでなく世界の航海史にも重要な役割を果たしているんだ。バイキングの話もっと知りたくなってきたな。バイキングの歴史は今もなお私たちに多くのことを教えてくれるんだよ。バイキングの世界観って海戦にどんな影響を与えていたの？バイキングの世界観は戦士としての栄誉と勇気を非常に重要視していたんだ。これが彼らの海戦スタイルにも反映されていたよ。戦士としての栄誉ってどういうこと？彼らは戦いでの死を最も栄光ある終わりと考えていたんだ。だから彼らは恐れずに戦い、勇敢な戦術を取ることが多かったんだよ。すごいね、恐れを知らない戦士だったんだね。そうだね、彼らの世界観は海戦における彼らの行動と密接に結びついていたんだ。バイキング社会では海戦がどんな役割を果たしていたの？バイキングの社会では海戦は非常に重要な役割を果たしていたんだ。それは部族の力を示す手段でもあり、豊かさをもたらす手段でもあったんだよ。部族の力を示す手段ってどういうこと？彼らの社会は小さな部族単位で構成されていて、海戦は部族の名誉や地位を高める手段だったんだ。強力な部族はより多くの資源と尊敬を得ることができたんだよ。なるほどね、だから海戦はすごく大事だったんだね。その通り、海戦は彼らの社会において非常に重要な意味を持っていたんだ。バイキングの伝説って
現代にどんな影響を与えているの？バイキングの伝説は現代の文化や芸術に大きな影響を与えているんだ。彼らの物語や神話は映画や小説、ゲームなど様々な形で表現されているよ。映画やゲームにも出てくるんだ。かっこいい。バイキングの伝説は勇気や冒険の象徴として人々に愛されているんだ。彼らの歴史や文化は今でも多くの人々を魅了しているよ。バイキングって本当にいろいろな影響を残してるんだね。そうだね。バイキングの遺産は歴史だけでなく現代文化にも深く根付いているんだ。彼らの物語は勇敢さや探求心の象徴として今もなお多くの人に影響を与えているよ。さて、こんなところで問題を出したいと思います。本日はゲストの方に来てもらっています。こんにちは。正解した人には世界旅行をプレゼントします。では問題です。バイキング船はなぜ海戦で優れた性能を発揮できたのでしょうか？ヒントをください。ヒントはそれは彼らの船の形状と材料に関係しています。では正解を答えてください。宇宙エンジンですね。そのように答えた理由は何ですか？だって宇宙ってすごく速そうだし、バイキングもきっと速いからです。面白い想像ですが、宇宙エンジンはバイキングの時代にはなかったですよ。次にゲストの方どうぞ。ドラゴンの息だよ。そのように答えた理由は何ですか？ドラゴンって強力だし、バイキングの船を動かすのにぴったりだと思ったんだ。ドラゴンは素敵な想像ですが、実際には少し違いますね。正解を見てみましょう。正解は長く細い設計と軽量な材料の使用です。ゲストの方は想像力豊かでしたが、実際の理由はもっとシンプルですね。バイキング船の速さと機動性はその設計と材料によるものでした。それではまた次回お会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。